で、ここで、城を取り、赤の騎士に取り囲まれているライオネスがですね、救援の騎士が来たことを知るわけなんです。で、赤の国の赤の騎士というのは、アーサー王の宮廷に敵対している人物で、自分に挑んできた騎士たちを、倒した後に、首をこう、くくって、木に吊るしてしまうというね、恐ろしい騎士だったんですね。で、さらに、赤の騎士はですね、正午の間に、午前中の間にだんだん力が強くなって、最大では、7輪力を持つという、ね、すさまじい騎士なんですね。ガレス教の兄にあたる、ガウェイン教も、同じような特性を持っていて、午前中はだんだん強くなって、最終的には3輪力を持つということなんですけども、単純にガウェインとその赤の国の赤の騎士がですね、どっちが強いのかっていうのはあるんですけども、赤の国の赤の騎士の方が多分最大値では7輪力なので、強いということだと思います。それで、ガレス教はですね、赤の国の赤の騎士が置いていたこの角笛を持ってですね、ブーッと吹くわけなんですね。これが、赤の国の赤の騎士に、勝負を挑む合図になるわけなんですけども、その時ですね、ガレス教は、遠くに、城の方にですね、から見ている、ライオネスを見るわけなんですね。このライオネスというのが、ライネットの姉にあたって、今回、救援を求めてきた女性で、で、ライオネスを一目見たガレスはですね、なんて美しい女性なんだ。ということで、もう一目で恋に落ちてしまうわけなんです。で、そんな風に、恋に落ちたガレスなんですけども、すると、赤の国の赤の騎士がですね、こう城から出てくるんですね。ドッドッドッと出てきて、ガレス教とこう戦いを繰り広げます。で、まずはこう、馬に乗って槍でこう、付き合う、要は馬上槍試合みたいなことをするんですけども、で、お互いに馬から降りて、今度はもう剣でこう、切り合っていく。で、もうあまりにも長く戦い続けたために、もうあちこち鎧ボロボロになって、もうなんか肌が見えちゃってるような状態なんですね。で、そこもうまく防御しながら戦っていくわけなんですけども、赤の国の赤の騎士も、7人力であると。で、ガレス教はあえてその強くなる時間帯に勝負を挑んだんですね。午後に勝負を挑んでも、それは正々堂々とした戦い方じゃない、フェアじゃないということで、あえて相手が強い状態のところに勝負を挑むんです。なので、もうめちゃくちゃ強くて、ガレス教一回は追い詰められちゃうんですね。なんですけども、そこから、そこですね、ライネットが、何してんのよ、あんたみたいなことを言って、劇を入れて、ガレス教はそこから復活して、なんとか、赤の国の赤の騎士を、打ち倒すことに成功するわけなんですね。ガレス教はですね、赤の国の赤の騎士を、殺したわけではなくて、打ち倒したということなんですけども、ここで、赤の国の赤の騎士が、なぜそんな倒した騎士たちをこう木に吊るすというような残虐なことを行っていたのかということが明らかになります。この赤の国の赤の騎士はですね、かつてある女性に恋をしていたんですね。ただその女性の兄がですね、アーサー王の騎士たちの中の、ランスロット教かガウェイン教かに、殺されてしまったと。なんでそんな仇がはっきりしていないのかということなんですけども、それはいいとして、で、ランスロット教かガウェイン教に兄が殺されてしまったので、私を愛するのであれば、アーサー王の宮廷の騎士たちを苦しめて、残忍な方法で殺すようにというふうに命じられてたんですね。なので、愛する女性からの、依頼というか、要請ということで、この赤根の国の赤の騎士は、あえてこの円卓の騎士たちに対して残虐な行為を行っていたんです。で、この赤の国の赤の騎士たちの家臣たちの命乞いによって、ガレス教はこの赤の国の赤の騎士を許します。で、ガレス教はですね、一目惚れした、ライオネスのところに行くわけなんですけども、ここで、ライオネスは、1年間、武勇を極めてくるようにというふうにガレス教に言うんですね。ガレス教はすぐにでもこう迎えてもらって、そのライオネスに愛してもらえると思っていたので、ちょっとがっかりするわけなんですけども、で旅に出て、するとですね、このライオネスの方でも、ガレス教のことをすごく気になってるわけなんですよ。なので、自分の弟に命じて、ガレス教の従者をさらわせるんですね。かなり強引な方法なんですけど、で、その従者がですね、ガレス教が、オークニーのロト王と、あとモルゴースの、子供であって、アーサー王の甥にあたって、かつ、ガウェインの弟であるということを、明かすわけなんですね。で、ガレス教という、名前自体も今までボーマン教だと思っていたので、ガレス教という名前も明かすわけなんですけども、
で、ガレス卿は自分の従者がさらわれてしまったので、もう怒り狂って追いかけてくるんですね。で、まあ、弟の方も、まあ、ガレス卿をこう迎え撃とうとするんですけども、姉のライオネスに言われて、まあ、自分の非礼をガレスに詫びて、でこう城に迎え入れるんですね。でここで、まあ、ガレス卿と、ライオネスは恋に落ちるわけなんです。それでですね、もう恋に落ちた2人はもうなんかいろんな気持ちがこう高まっちゃって、ライオネスはですね、なんと夜にガレス卿のベッドに行きますということを言うんですね。でこれを察した、ね、妹のライネットはですね、なんてはしたないと、結婚前になんてことしてるのということで、まあ、ちょっとそこの熱を冷めてやろうということで一計を案じるわけなんですね。で夜ガレス卿のベッドに約束通りこうライオネスがやってくると、そこにですね、ハルバート、この斧と槍が組み合わさった武器ですね、思った騎士が一人現れて、いきなりこうガレス卿を襲ってくるんですね。で驚いたガレスはうわーっとなって戦って、なんとかその騎士の首を切り落とすことには成功するんですけども、この太ももに怪我を負ってしまうんですね。で、この、ライオネスの、まあ、騒ぎを聞いてライオネスの弟とあと妹のライネットがこう駆けつけてきて、するとライネットはこの首を切られた騎士の首にこう軟膏を塗ってパコッとはめると、その騎士はまた何事もなかったかのように生き返った。このライネット、魔女だったのか魔法の力を持ってたのかということになりますね。で、傷が治った後ですね、まあ、ガレス卿とあとこのライオネスはですね、また懲りずに密会を約束するわけなんですね。で今度はですね、ガレス卿は騎士が来てもいいということで、鎧兜と剣をですね、このベッドにこう忍ばせておくと。そこまでしてそんなことしたいかということなんですけども、で案の定こう騎士がやってくるんですね、またハルバート持って。でここで予想していたガレス卿はですね、鎧兜と剣をこう身につけて完全武装でこう騎士に襲いかかって、この騎士の首を切り落として、今度はもう復活しないようにということで、もう顔をこう粉々に切り刻んで、それをこう窓の外にバッと捨てちゃうんですね。そこまでしなくてもいいじゃんということなんですけども、で、ただですね、この戦ってこう激しく戦っていたので、ちょっと前にこう傷ついていた太ももがですね、また開いてしまって、そこで気を失ってしまうんですね。でこのライネットはですね、外に捨てられたこう騎士の、ね、首の破片を集めてこうまた軟膏でくっつけて、また何事もなかったパレに復活させるというわけなんですね。まあこの騎士というのが何者なのかは結局明かされていません。でですね、一方のアーサー王宮廷の方ではですね、赤の国の赤の騎士が、まあ、ライオネスに対するこの罪というのを償った後にアーサー王の宮廷にやってくるんですね。これはガレス卿がアーサー王の宮廷に行けというふうに命令してたからなんですけども、まあ、同じように、ガレス卿が打ち破った、緑の騎士、赤の騎士、藍色の騎士もアーサー王の宮廷にやってきます。でこんなにたくさんの騎士たちを、自分の宮廷に起こしたそのボーマン卿って何者なんだろうということで、アーサー王はすごく気になるわけなんですけども、そこに姉のモルゴースがやってくるわけなんですね。でモルゴースはですね、あら私の息子のガレスをここにやったはずなんですけども、どこに行ったんですかというふうに聞くわけなんですね。でまあなんかそれいろいろ聞いていくと、あのボーマン卿がガレス卿だったんじゃないかということが明らかになるわけなんですね。もうモルゴースブチギレです。かわいいかわいい末の息子をこう、まあ、修行というか、まあ、朝王の宮廷に送ったと思ったら、なんか1年間召使いのように使われて、でそのまままた冒険に出てしまったということで、もう激怒しているわけなんですね。まあ朝王も、まあ、ちょっと姉にそんな風に責められて罰が悪いわけなんですけど、罰が悪いという状態になっていて、で兄弟たち、ガレス卿の兄弟たち、ガウェイン、ガヘレス、アグラウェインたちはですね、弟に会いたいということで、ガレス卿を探しに行こうとするんですね。ただここでランスロット卿が助言をして、ライオネスのもとにこう使者を送ることにするわけなんです。で使者がライオネスの城にやってきて、ガレスはですね、優勝者はライオネスと結婚できるという、まあ、商品というか、権利を手にするということで、馬上槍試合を開かせるんですね。その条件大丈夫と、もし万が一負けたらその大好きなライオネス奪われちゃうよということなんですけど、まあガレス卿はこう自分の腕にすごく自信があったのかもしれません。まああったんでしょうね。
で、アーサー王もですね、まあ、ガレス卿の行方を知りたいので、これに乗っかって、馬上槍試合の申し出を受けるわけなんですね。で、この試合ですね、結構もう名だたる騎士が参加するわけなんですね。で、ガレス教は、自分が打ち負かした騎士たちとともに、アーサー王と逆の陣営について、こう、試合に出場します。で、ガレスはですね、恋人のライオネスから送られた、鎧の色が、自在に変わって、かつ血が一滴も流れなくなるという魔法の指輪をこう身につけて、もう大活躍するわけなんですね。アーサー王の、エクスカリバーの鞘と同じように、血が流れないという、まあ、チートアイテムなんですけども、で、これ大活躍して、ただ一旦休憩した時に、自分の従者にこの指輪を預けて、そのまま忘れてしまって、元の色の鎧のまま、今度は戦いに、試合に臨むことになるわけなんですね。で、その試合の、まあ、審判役というか、の人たちがですね、活躍していた騎士は誰だろうということで、謎の騎士誰だろうというふうになって、で、ふとこう試合用に戻ってきた騎士、あれさっき、なんか色がいろいろ変わってた騎士じゃないかなということで、名前をこう見ると、兜のとこに、ガレスって名前書いてあったんですね。正体隠したいならそこは隠しとけよという話なんですけども、で、ここで、ね、正体が割れてしまったガレスはですね、ね、もうその試合の場をこう逃げ出すわけなんですね。その賞品というか優勝者はライオネスと結婚できるという条件だったんで、それ逃げちゃダメじゃんと思うんですけども、逃げた先で結構このいろんな騎士たちと戦うわけなんですね。で、その中の一人が、今回出てくる、カラフル騎士たちの最後の一人で、茶色の騎士というやつが出てきます。で、この茶色の騎士は、自分が打ち負かした、殺した騎士たちの、妻、未亡人たちをですね、城に閉じ込めているという、まあ、30人も閉じ込めているという、極悪非道、変態野郎なんですけども、ガレス教は、こいつをこう打ち倒して、そこの未亡人たちを解放してあげます。で、その後ですね、お互いに、まあ、それとは知らずに、兄のガウェイン教とこう戦うことになるんですね。まあ、馬上槍試合やることになって。で、まあ、進んでるところで、ライネットがやってきて、そこの兄弟間の戦いをやめさせるわけなんです。で、ガウェイン教はですね、やっと弟に巡り会えたということで、もう大喜びで、アーサー王の宮廷に連れていくわけなんですね。で、もアーサー王も、甥に会えたということで喜んで、母のモルゴースなんかは、もう喜びすぎて、こう、気を失ってしまうというところまで、行くんですね。で、ここで、アーサー王はですね、ライオネスを呼びにやって、で、もうアーサー王と、母のモルゴースにこう、祝福された上で、ガレス教と、ライオネスは、もう晴れて、こう、結婚するわけなんですね。で、ここでですね、一緒に、ガレスと一緒に旅をしてたライネットも、ガレスの兄弟である、ガヘリスと結婚して、さらに、この、ね、ライオネス、ライネットのメインに当たる人物が、もう一人の兄のアグラウェインと結婚するということで、このライオネス一族と、まあ、ガレス教の一族というのは、もうこう強く結びつくことになります。ね、その後のガレス教なんですけども、まあ、各地の馬上槍試合なんかとか、まあ、試合とか、いろんな冒険とかにも参加することになります。ただですね、兄弟たちとはあまり一緒に行動していなくて、まあ、この、アーサー王の死の中ではですね、今回アーサー王の死をベースにお話ししてるんですけども、このアーサー王の死の中では、まあ、ガウェイン教はすごく扱いが悪いというのはちょっとお話ししたと思うんですけども、ガウェイン教はすごく執念深い人物だと、ガレスはある時知るわけなんですね。で、それを知ってからは、ちょっと兄と一緒に行動するのを避けて、ランスロット、むしろこう、ランスロット教、尊敬するランスロット教と、一緒にというか、ランスロット教の陣営に、まあ、加わるような形になるわけです。で、実際に、まあ、ガウェイン教が、兄弟たちと一緒に、円卓の騎士の仲間ので、こう、3本の指に入るラモラック教という人をこう殺した時にも、ガレス教はこれには参加していなかったということになるわけなんですね。はい、ということで今回は、台所の騎士、ボーマン、改め、ガレス教の冒険についてお話ししていきました。まあ、アーサー物語、他にもいろんな騎士たちのいろんな面白いエピソードがありますので、それも、順々にこう、お話ししていきたいと思います。はい、今回の動画、面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた。